突破で一気に存在感を見せるか。キングモートーナメント優勝候補筆頭、アメリカから KO ハーレムキング。砂漠は世界トーナメントなんだなっていう雰囲気伝わってますよね。そうですね、本当にキングモーなんで、もう本当ベラトールの選手ですからね。さあゴングが打ち鳴らされました。ライジンヘビー級トーナメント1回戦で得できたいから、シューズを履くとどういう効果メリットがあるんでしょうか。やっぱり滑らないようにっていうのが強いんで、レスラーの選手とかは履いていい場合は履く選手多いですね。なるほど、はい。まあ、ここもそのお言葉通りまずはタックルに行ってですね。ブレット体すごいですね。ラグビー15年の経験があるんですが、そのマクダーミットの体、キングモーのレスリングはいいですね。本当にもう選抜されたキングモーです。ここまで MMA 戦績は21戦16勝4敗。大したもんですね。体すごいですけどね。元アイルランドの代表にも選抜されている選手です。下からパンチを繰り出してまいります。シングルレッグ探りに行ったのはマクダーミット、しかしそれはやらずキングモーです。いいですね。一発膝もありました。ここも左のジャブ。そうですね。ただスタンドでもやっぱパンチ力があるんで、基本的にはもうレスリングでタックルして上からって感じです。そうですね。3回テイクダウンに成功しています。マクダーミットはまだ一度もテイクダウンできていないという状況なんですが、マクダーミットは普段石炭や、まあ、仕事にしていて1日10トン以上の石炭を運んでいると、ナチュラルにトレーニングになっているという選手なんですが、いやー、キングモーがここは右のパウンド強い、強いですね。ただですね、まあ、下からそれでも打ち返す、やっぱアイルランドですか。そうですね。いや、そういうイメージ、なんかイメージ通りで。なるほど。僕すごくいいですね。いや、非常にもう見ただけでこのファイターさんで、ね、今ちょっと一瞬動きやと思ったら、さすがのマクダーミットも嫌がりました。ないみたいな。絶対ぶっ飛ばすみたいな、そういう。おお。ただその気持ちだけでは勝ちきれないのがこの川村流マークケア。ゲガール・ヒサシ、ホジャー・グレイシーなどに勝っているモサです。 その選手のパウンドを浴びて、まもなく第1ラウンドの10分、その半分が経過しようというところです。でパウンドアウト狙っていこうかというところでしょうか。いや、でも繰り返しますよ。おー、すごい。立ち上がってくる。スタンド戻りました。ただちょっと力入らないか。また組みに行こうというキングモーなんですが、ここは一瞬いなして、さらに離れ際右のパンチを一つ当てもっていく。殴り合おうとしましたね。そうですね。差があるなっていうのも感じてるんで、はい、もうあえてスタンドでやる必要ないなっていうのはもう絶対感じてると思うんですよ。おっしゃる通り、勝つときはノックアウトなんですね。殴りたいの。いやいや、立ち上がれるかどうだ。しかしキングレッグ探りに行きます。すごいですね。見せていく。ショーだ。もつれたところ、立ち足のスイッチを見せます。いいですね。ダミント、さすがアイルランドですね。ちょっとキングモーもした、ちょっとキングモーもスタミナ消費しましたね。左のジャブパス、ね、マクダーミットはそれでも前に出てくる。キングモーにしてみれば疲れてます、ね、そうですよね。おお、そうですね。まあ、とかもう背中とかすごいんで、例えばまだ、おお、近い距離、おお、いいっすね。もうガードを下げながら、この気迫でもう打ち合うようになってきて、うわ、右のストレート、一瞬顔が上がった、おお、マクダーミット、おお、右、いいっすね。キングモーもちょっとガードを下げながら打っていこうと、ね、おお、近い距離、拳が交錯する。いや、いいな、当たってますよ、これ。そうなんですよね、倒れないんですね。倒れないっすね。おお、左、ちょっとヘビー級の一発、あれだけまともに回ったら倒れるもんですよね。キングモーすごいですよ、これ立ってますからね。左です。今度は打って右のスタン倒れない、いいっすね。シングル右、これはさすがのマクダーミットの、まあ、でも男見せましたね。いや、しかしその執念、気持ちを断ち切ったのは最後キングモーの打撃。やっぱキングモーはやっぱりやっぱすごいな。では痛いんですけどもね。そうそう、ただ倒れないんですね。倒れない。そして目が死んでいないんですね。まあ最後はこの右の戦士ですよね。戦士ですよ、うわ、ただ最後は壮絶な薬な部分はまだまだあるんですが、このブレッド・マクダーミット面白いですね。そう、日本に帰ってきてほしいですね。見たいですね。ただ見事優勝候補ヒット、
before the first round, I dropped him with the two right hands, but he's a tough man. Yeah, he's like it's like a pit bull. Once he goes for that, he did what he usually does, what he's good at. Next time.